教育と定義、うは死うべきものにあらず。論語の異性編中に、猛部こうを問う、死曰く、父母は、ただ、その病をこれ、れう。また、死憂、功を問う、死曰く、今のうなる者は、よく養うことを言う。 犬、馬に至るまで皆よく養うことはあり、いせざれば何をもってかわかたんや。なお、このほかにもあるごとく、皇風子は行動のことについてしばしば解かれておる。しかし、親から子に対して皇を励めよとしゆるのは、かえってこうして不幸の子たらしむるものである。 私にも不祥の子女が数人あるが、それが果たして将来どうなるものか、私にはわからぬ。私とても子女らに対して、時折、父母はただその病をこれ憂う、というようなことを時聞かせもする。それでも決してこうを要求し、こうをしゆるようなことはいたさぬことにしておる。親は、 自分の思い方一つで、子を高校の子にしてもしまえるが、また不幸の子にもしてしまうものである。自分の思う通りにならぬ子をすべて不幸の子だと思わば、それは大なる間違いで、皆よく親を養うというだけならば、犬や馬のごとき、獣類といえども、なおかつこれをよくする。 人の子としての行動は、かく簡単なるものではあるまい。親の思う通りにならず、絶えず親の失家にいて、親をよく養うようなことをせぬ子だからとて、それは必ずしも不幸の子でない。かかることを述べると、いかにも私の自慢話のようになって恐縮であるが、実際のことゆえ、はばからずお話しする。確か、 私の二十三歳の時であったろうと思うが、父は私に向かい、そこもとの十八歳の頃からの様子を見ておると、どうもそこもとは私と違ったところがある。読書を察してもよく読み、また何事にも理髪である。私の思うとこから言えば、永遠までもそこもとを手元に留め置いて、私の通りにしたいのであるが、 それでは、かえって、そこもとを、不幸の子にしてしまうから、私は今後、そこもとを、私の思う通りのものにせず、そこもとの思うままにさせることにした、と、申されたことがある。いかにも、父の申されたごとく、その頃私は、文字の力の上から言えば、不祥ながら、あるいはすでに、父より上であったかもしれぬ。また、 父とは多くの点において、不詳ながら勝ったところもあったろう。しかるに父が無理に私を父の思う通りのものにしようとし、くするがこうの道であると、私に功をしゆるがごときことがあったとしたら、私はあるいは帰って父に反抗したりなどして、不幸の子になってしまったかもしれぬ。幸いにかかることにもならず、 及ばぬうちにも不幸の子にならずに済んだのは、父が私に功を強いず、観光の精神を持って私に望み、私の思うままの志に向かって私を進ましめて下された賜物である。孝行は親がさしてくれて初めて子ができるもので、子が功をするのではなく親が子に功をさせるのである。父がかかる思想をもって、 私に対して下されたため、自然、その感化を受けたものか。私も、私の子に対しては、父と同じような態度を持って望むことにしておる。私が書く申すと、少しおこがましくはあるが、いずれかといえば、父よりも多少優れたところがあったので、父と全く行動をことにし、父と違ったところがあって、父のごとくになりえなかったのである。 私の子女らは将来どうなるものか。もとより神ならぬ私の断言しうる限りでないが、今のところではとにかく私と違ったところがある。この方は私と父とが違った違い方と反対で、いずれかと申せば劣る方である。しかし、各私と違うのを責めて私の思う通りになれよと子女らに強いて試みたところで、 それは、各注文して、強いる私の方が無理である。私の通りになれよ、と私に強いられても、私のようになれぬ子女は、どうしてもなれぬはずのものである。しかるになお強いて、子女らをすべて私の思う通りにしようとすれば、子女らは、私の思う通りになり得ぬだけのことで、不幸の子になってしまわねばならぬ。私の思う通りにならぬからとて、 子女らを不幸の子にしてしまうのは、忍ぶべからざることである。故に、私は、子に功をさせるのではない、親が功をさせるようにしてやるべきだという、根本思想で、子女らに望み、子女らがすべて私の思うようにならぬからとて、これを不幸の子だとは思わぬことにしておる。